奈良屋は、奈良屋蚊に属する絶滅した三葉虫の属の一つ。カンブリア紀からシルル紀まで生息しており、体長は2から4.5センチメートル。大きな消化管と横向きの触角が特徴である。解剖図体は、縦平たし、半円形の2枚の廃坑がそれぞれ頭部と尾部を覆っており、尾立の方が長い。 肺甲は石灰化しておらず、間に関節があり折り曲げることができる。触角は横向きで多節。消化管は比較的太く、前端に胃がある。その後方からは分岐した形質が伸び、頭部を満たす。さらにその後方には4体の脳がある。付属子は他の三葉虫のように二枝型である。少なくとも前方の付属子には大きな。 貝型の先端用と短く平たい即死のある外死がついている。内死は六節からなる。胃の前端には一体の目のような構造が見られる。すべての種がおそらく定性であった。消化管に堆積物が残存していたことから、ミミズのように大量の土を食べるデトリタス食者であったと考えられている。この場合、 複雑な消化器は栄養に乏しい土を食べていたためであると解釈できる。だが、消化管の土は死後に侵入したもので、本来は肉食性、不肉食性であったとする解釈もある。大きなヘラ状の頭部、外しに生えた草状の剛毛、横向きの触角、頭部と尾部の間の関節などから砂を掘ることができたことが伺える。 ナラオイアという俗名は、ブリティッシュコロンビア州、養蜂国立公園にある小さな湖群、ナラオコ群に由来している。カナダのバージェス血眼で最初に発見され、当初は甲殻類とされていた。これは、オダテが体のほとんどを覆っていたため詳しい構造がわからなかったからである。本族の化石は、 バージェス血眼から豊富に発見されていたため、ハリウィッティントンによっていくつかの化石が解剖された。その結果、足やエラの構造が三葉虫と非常によく似ていることが確認され、現在では、本属は三葉虫とされている。また、ナラオやロンギコテータとして知られていた種は、形質の形態が異なることから1997年にミスチョウイア属に分離されて、 ミスジョアロンギコテータとされている。現在、カナダ、米国、中国、オーストラリアから化石が見つかっており、その年代は、カンブリア気候期から、シルル気候期とされている。ナラオイアスピノサナラオイアチリーンジェンシス。ありがとうございます。